はい、リップラップの岩崎でーす。ノリトとトリッピーでーす。紫ババ やってるね、やってるね。これこっからできて、おお、ガイドついてきたね。当然トルサイトやんね。東大生ですさすがね。ノリト。フルで。フルトリサイト。12個ぐらい打って、苦労したな、これもそうな。ですね。10個から12 2個。時間ぐらいかかったな。2時間かかりました。は そしてトリッピー。い。来たよ。ラブメラニーさんかあ、あらりコメントをいただいた。俺言っとこう。がとうございます。はい、ありがとうございます。なんかマジョーラにしたらどうとか。なんかちょっとノリトと混同してたりす るそうです気がする。で、マジョーラも、塗料高いし、塗るのめんどくさそうやから、ラブメラニーさんすいません。マジョーラやめときます。ということで、まだ色が決まってないんですよ。でも今のところ色は塗るの。塗る。塗るんやったらよ。なあ、ノリト。なんか、ちょっとしたいよな。俺、アイデアがあんねなんすか。ん。落書きしよう。はい、やめどうましょせ塗るんやろ？う。まあまあ塗りますけど、まあ、塗ったら全部般若心経あ、を書いて、で、落書きした状態でそのまま竿にしよう。塗らず。え？ なあ、ノリトな。そんな竿見たことないしな。はい。塗装ってクリア塗装だよ。クリア塗装。ということで、トリッピーの竿に落書きすることを決定しました。イエーイ。いつの間にか。ということで皆さん、リクエスト。落書きのリクエスト。コメントお待ちしてますよ。もう、絵とかそのええとかでもいいし、チンチン、絵ばっかチりンチン、チンチンでもいいし、もう、まあもう遅いからな、こう今もう遅いからな。いろいろリクエストお待ちしております。僕が、ノリトが手書きでキュキュッと書きますんで、キュキュッと。なんかまあ、コメントで、リクエスト、こんな文字書いてよねってあれば、コメント欄に、コメントしてください。間違ってもこれ、リエちゃんが落書きしたら、なんか恐れ多くて消せなくなるんでやめてください、店長。リエちゃん、リエちゃんにやらなあかんやつや、もうめんどくさいねん。リエちゃんに書いてもらうわ、もう。ま、なあ、そう回しちゃったな。とりあえず、皆さん、つってこう動画ご覧の皆さん、トリッピーのピンクロット、落書きしますんで、コメントください。たくさんお待ちしております。じゃあねー。